もともと石井監督の作品が好きでよく見てたんで、初めて会った時にもっとなんかもっとごついようなひげもじゃもじゃのごつい人を想像してたんですけど、意外になんか細くてなんかシャープな方で、そこでびっくりしたんですけど、けどなんか現場で撮ってるのを見てると、なんかすごいその見た目と持ってるなんか力強さみたいなののなんかそれが出てて、そういうところにやっぱ作品に出てくるのかなっていう、そういうイメージを持ってたっていうのが、そういうところに出てくるのかなと思います。あとはもっと怖い人かなと思ったんですけど、全然怖くないですね優しい人だなと思います。はい、でもお腹弱いんで庄司もなんかお腹、お尻がなんかいろいろ出てきちゃったんですけど、あのよく最近もお腹ほんと調子悪くなっちゃって、ここ1週間ぐらいで、別に役作りでなったわけかどうかわかんないですけど、本当になんか食べると毎回お腹下しちゃって、そこが共通点です。難しいですねなんか俺原作をオーディション受ける前に読んで、なんか難しいこと聞かれるのかなと思っていろいろ考えたんですけど、でもなんかその後書きに書いてあったのが、なんか人間は生き続けることは意識するのに、死に続けてることは意識してないっていう言葉が書いてあって、確かにそうだな、どんどん生まれてはいるのに、ことは喜んでるのに、どんどん死んでいくことにはあんまりフューチャーされてないっていうか、死に続けてるってのも生き続けてるのと同じことなんだなと思って、ですごい一見不条理な話に思えるんですけど、でもなんかもともと人間の人生って不条理なものだから、そういう死って別に不条理なものじゃなくて誰でも訪れるものなんで、で、まあ、今回はそのあんまり暗くはない、それをそういう人間の不条理みたいなのを死で表現してるのかなっていうのは思いましたね。